すいません、突然すいません、新聞社の者なんですけども、おお、そりゃそうや、ちょっとだけお伺いしていいですか。おそりゃそうや、宝くじ高額当選された。そりゃそうや。そうですよね、1億円。そりゃそうや。いやすいません、ちょっとだけお話お伺いしていいですか。おそりゃそうや、やっぱりこの1億円当たるってびっくりしたんじゃないですか。そりゃそうや。そうですよね。そりゃそうや、今まで高額当選はなかった。そりゃそうや。そうですよね、初めて1億円当たって最初はやっぱ驚き。そりゃそうやん。実感っていうのは湧きました。そりゃそうやん。ああ、そうなんですか。へえ、でもこのまあいろんな取材が殺到してると思うんですけども。そりゃそうやん。ねえ、この高額当選者としてこの表に出るというか、そういうことは抵抗はないんですか。そりゃそうやん。ああ、そうですか。へえ、このなんかよく言うじゃないですか、宝くじ当たったらなんか今まで知らんかった人がどんどん知り合いになるとか。そりゃそうやん。親戚が増えるとか。そりゃそうやん。そういうことあるんですか。そりゃそうやん。やっぱり。はぇー、いきなり連絡があったり。そりゃそうや。恐ろしいですね。そりゃそうやん。それ騙されたりしてないですか。そりゃそうや。あー、そこはしっかりされてるということ。そりゃそうやん。そうですか。そりゃそうや。その当たった時ってやっぱすぐ言いました。そりゃそうやん。あー、そうなんですか。そりゃそうやん。なんか隠したくなるとか言うじゃないですか。そりゃそうやん。それ言ったんですか。そりゃそうやん。あー、そうですか。そりゃそうやん。1億円なんか使い道とか決めてるんですか。そりゃそうやん。何使うんですか。そりゃそうやん。そりゃそうやん。なんかそこはやっぱ言えないですよ。そりゃそうやん。そりゃそうやん。そりゃそうですよね。そりゃそうやん。そりゃそうですよね。いや、僕その1億当たった気持ちがわからない。そりゃそうやん。そうですよね。そりゃそうやん。率直なそのどんな気持ちなのか知りたいですね。そりゃそうやん。あー、そりゃそうやん。うん、そうでしょ。どういう気持ちなんですか。そりゃそうやん。そりゃそうやしか言ってない。今気づいた。そりゃそうやん。こっち興奮して聞いてたから気づくの遅れたけど、そりゃそうやしか言ってない。そりゃそうやん。ほら、おかしなってる。そりゃそうやん。ほら、そらそらしか言ってないですよね。そらそうやん。僕、なんか夢中で話聞いてたから気づくの遅れました、ちょっとだけ。そらそうや。そらそうやしか言ってない。そらそうや。ちょっと待ってください。そらそうやの声色は違う。ちょっと待って、1億円当たって、ちょっとだけ、おかしくなっちゃった。そらそうやん。あー、なるほど。もともとはそらそうやぐらい言ってた。そらそうやん。それ以外も言ってた。そらそうやん。あー、そうですよね。そらそうやん。でも、当たって、ちょっとだけなんかこの、どうしたらいいかわからなくなった。そらそうやん。あー、それで自分で抱えきれなくなった。そらそうやん。それで、いつの間にかそらそうやしか言えなくなった。そらそうやん。うわー、なるほど。そらそうやん。じゃあ、高額当選も、単純に幸せだけではない。そらそうやん。不幸なこともある。そらそうやん。じゃあもう今後高額当選したくない。そらそうやん。したくない。そらそうやん。それは違うやんみたいな感じや。それは話別やんみたいな感じや。じゃあまた来年1億円当てたい。そらそうやん。それは当てたい。そらそうやん。あ、一回も当てたから、もうそこで免疫ついてるから、次当たってももうおかしくはならない。そらそうやん。ああ、その自信がある。そらそうやん。じゃあもうちょっと時間空いたら、そらそうや以外も喋れるようになる。そらそうや。そらわからんなーって感じや。そらそうや以外も喋りたい。そらそうや。そらそうや。ああ、なるほど。コミュニケーション取れないですもんね。そらそうやん。でも今もそらそうや以外のことは言いたい。そらそうやん。ああ、でも長く喋ってたら、わかります。怖い。怖い。そらそうや。怖いよ。怖いよ。でも、元気そうは元気そうです。そらそうやん。ああ、そうですね。そらそうやん。別にその、寝込んだりしてるわけじゃないでしょ。そらそうやん。ああ、いろんな人が寄ってきて騙されたりして、そらそうやん。それでちょっと信じられなくなったんですよね。そらそうやん。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、また、そらそうや以外喋れるようになること願ってますんで。そらそうやん。座右の銘は。そらそうや。それはちょっと無理ですね、確かに。そらそうや。それは無理ですね。それは感じ取れないです。そらそうや。はい、わかりました。ありがとうございました。そらそうや。いろいろ、この、声色で感じた言葉で、言葉にして文章にしますんで。それそれ。それで大丈夫ですか。それそれ。ありがとうございます。大体のニュアンス合ってると思うんで。それそれ。はい、ありがとうございました。それそれや。はい。ありがとうございました。それそれや。まだなーみたいな感じですよ。それそれや。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それそれや。な、何？それそれや。まだなーみたいな感じですよね。はい、ありがとうございました。それそれや。ありがとうございました。それそれや。それそれや。チャンネル登録をよろしくお願いします。そりゃそうやん。チャンネル登録してます。そりゃそうやん。ああ、そうですか。あ、してへんか。してます。そりゃそうやん。してますっていうか、チャンネル。そりゃそうやん。そんなん聞くいなやみたいな感じですよね。じゃあ実際チャンネル登録はしてないですね。そりゃそうやん。いや、まあまあいいですよ。それ全然いいですよ。ノートを持ち歩いて話聞く僕スタイルなんですよ。そりゃそうやん。未だに、はい、この感じでやってます。ネタサロン入会してください。ふぃー。ジャルジャルタワー。